にとどもそうじゃないそうですということで、今回はですねついに来ました34枚目シングルモノポリの MV 公開決定はい、ということでついに来ましたね。まあ来ますねかついに来ますねって感じで、僕の34枚目シングルねモノポリ、乃木坂配信中でねモノポリファーストライブ初披露があって、で歌番組でもね披露してきてっていう感じですけども、ついに MV 来るぞという感じでめっちゃ楽しみなんですけれども、こちらですね乃木坂46 34枚目シングルモノポリの MV が11月22日水曜日22時に公開ということで、明日ですねもう明日来ますよって感じでね、12月6日に発売する乃木坂46 34枚目シングルモノポリのミュージックビデオを11月22日22時に乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルにて公開することが決定いたしました。ぜひお楽しみにと、ありがとうございます。まあこれねもちろんプレミア公開で、公開って感じなんで、まあ、前回33枚目シングルと全く同じような感じですかね。時間も確か前回も33枚目シングルの MV の時も22時ぐらいだったと思うので、同じ感じでプレミア公開でねみんなで一緒に見ようよってね公開されるぞっていう感じでね、まあ前回から始まったこのプレミア公開ですけど、この形が正直一番いいですよね。前回めちゃめちゃ良かったんで、お一人様天国の MV プレミア公開みんなで盛り上がってさ、初めてみんなで見るプレミア公開でね MV めちゃめちゃ盛り上がってみたいな感じで、やっぱ一番この形がねいいのかなっていうのあったんで、今回もねこの形で、行きますよっていう、めっちゃいいなとめちゃくちゃいいなっていう感じだし、時間もねちょうどいいんですよね。この22時っていう時間帯、あんまりこうやっぱ平日だとさ夜早すぎてもちょっとこう仕事で見れないみたいな人も多かったりするんで、まあ、この22時は、まあ、まだ寝ないだろうしね、その学生の人とかもさまだ寝ない時間だし、ね、仕事の人も帰ってきてる人が多いのかなっていう、一番ちょうどいい時間だからね22時って22時に公開されますって感じでマジで楽しみだなと思うんですけども、まあ明日のね、そのプレミア公開に向けてというかプレミア公開の、まあ、1枚の、ね、画像出てるんですけども、こんな感じとなってまして、なんかどんな雰囲気なんていうね、この画像なんなんていう感じでね、もうこの画像1枚でちょっとなんかすごいワクワクしてくるというか、どんな MV なのみたいな感じでねマジで楽しみになるんですけども、まあ、この画像ではそのなんか天秤みたいなのがあって、でリンゴとこれバナナですかね、リンゴとバナナがその重りにとしてというか乗ってますよみたいな感じでね、これ不思議の国のアリスですかみたいな意味わかんないけど、まあ、でも個人的にこの画像からはなんかこうちょっと不思議な感じのファンタジーっぽい MV の可能性もあるなとかね、あとはメンバー美しいメンバーが映るんじゃないか、美しいメンバーたくさん映るんじゃないかってちょっと僕はね想像するんですけども、まあ、このね1枚の画像からね背景とかもちょっと暗い感じというか、これ何なんですかね、森っていうわけじゃないですよね。そんな感じでね、まあ、モノポリミュージックビデオ2023年11月22日10時 PM ですね、公開っていう。モノポリ曲としてはね、その画期作ダブルセンターで初披露めっちゃ良かったですけど、こう恋愛ソング的なそう感じにね、やっぱ独占っていうところで片思い、してる大好きな人を独占したいというね、心情が描かれた歌詞で作ちゃんも言ってましたけれども、まあ、そういう恋愛ソングになってるので、まあ、どういう風にこう MV、まあ、その曲というか歌詞通りのこういうね恋愛っぽい、ね、ものストーリー性のある MV になってるのかとか、ね、全くこう違うような、この歌詞とはもう考えからは考えられない恋愛ソングとは思えないこうね、まだ MV になってるのかとかちょっと分かんないですけれども、まあ、本当に曲ねで、まあ、パフォーマンスもう本当に素晴らしかったんで、この MV っていうのもねめちゃくちゃ期待だなとめちゃくちゃ楽しみだなと思うので、まあ、ぜひね皆さん明日11月22日22時から MV ねプレミア公開モノポリ MV、プレミア公開されますので、みんなで、ね、盛り上がって、みんなで、プレミア公開リアタイで、見ていきましょう。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春が嫌いだ。